日本茨城県土浦市大津屋大津屋は、茨城県土浦市の町名。現行行政地名は、大津屋1丁目から、大津屋8丁目。土浦市の東部に位置し、霞ヶ浦市と境界を接する。住宅団地、大津屋ヒルズを形成し、公共施設や商業施設なども配置されている。上記のように、1972年に、株式会社茨城開発が田村。 沖宿地区の用地買収を始めた。当時の田村、沖宿地区の農家は、国の減産政策の影響を受けて米などからレンコン栽培に切り替える農家が増えていた。北部の大地は工作放棄地が増え荒れ地となっており、農家の多くは用地買収に応じたという。しかし、1973年に起きた、 オイルショックをきっかけに株式会社茨城開発は倒産する。買収された農地は10年以上放置されさらに荒れた状態になっていた。1983年頃から放置された土地を川鉄商事株式会社が取得し始める。この年に沖宿、田村、定野の山地区で山地区連絡促進協議会が発足。同年9月には田村、 沖宿土地区各整理組合が発足する。このような流れを経て、1990年に事業の起工式が行われた。開発工事の際に行われた発掘調査では、田村、沖宿遺跡群をはじめとする多数の古代を中心とする遺跡が出土している。1998年に新町名、大津屋が成立した。2019年4月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。主な商業施設は次の通り。私立の小中学校に通う場合、学区は次の通り。地内に鉄道は通っていない。最寄りの駅は JR 東日本常番線土浦駅。以下の路線バスが走っている。地内には大津屋台、大津屋八丁目、下市の木公園、土浦共同病院の4つのバス停留所がある。市内に国道、 県道は通っていないが、大津屋北端とケア町との境を、国道354号が通っていて、大津屋団地入り口交差点がある。最寄りの高速道路インターチェンジは、常磐自動車道の土浦北インターチェンジ。ありがとうございます。